事件の現場は東武東上線下板橋から伸びている池袋本町の商店街の中でしたです。そのお宅は以前は履物屋さんをやっていて、その後は八百屋さんもやっておられたというご家族だというんですが、ご夫婦に長男が一人、それとおばあちゃんが一人の4人家族だったんですが、その長男坊が実の父親を殺害して自分も自殺したという事件でした。現場は一方通行の商店街の中ですね。この白いお宅がそのようです。